港町神戸。今からちょうど100年前、日本人781人がこの港から船出しました。行き先はブラジル。豊かになりたいという夢を抱いた移民たちでした。それから100年、ブラジルには移民とその子孫およそ150万人の日系ブラジル人が暮らしています。新興経済大国となったブラジルのさまざまな分野で日系人は活躍。世界トップクラスのブラジルの航空機メーカー、その副社長は日系2世です。今や日系人は国の発展に欠かすことのできない存在となっています。彼らの祖先を初めて移民として送り出したのは一人の日本人でした。ブラジル移民の父、水野亮です。なぜ水野はブラジル移民を手掛けるようになったのか。明治の半ば、富国強兵に邁進する政府から農民たちは重い税を課せられていました。彼らが豊かさを求めて見出した先、それが海外への移民でした。しかし移民たちの中にはかえって多額の借金地獄に陥る人々も少なくありませんでした。彼らを仲介する一部の移民会社が法外な手数料を取り、利益を貪っていたからです。これに異議を唱えたのが水野でした。移民は人々を豊かにするための事業のはず。水野は自ら移民会社を設立し、その移住先をブラジルに定めます。当時コーヒー農場の労働力が不足していたブラジルで移民を歓迎していました。水野は移民も移住先の人々も共に豊かになる共存共栄の移民事業を目指します。数々の困難を乗り越え、水野の理想はどのように実を結ぶのか。その時歴史が動いた。今日は100年前、日本で初めてブラジル移民を手掛けた水野亮、その理想の行方を追います。こんばんは、皆さん、松平です。その時歴史が動いた。今日のその時は今から100年前、本当にかっきり100年前、1908年の今日6月18日といたしました。この時何があったかと言いますと、実は日本初のブラジル移民781人を乗せたカサトマルがですね、ブラジルのサントス港に入港したその日なんですね。でこの日以後ですね、戦前戦後を通じて、およそ26万人の日本人が彼の地に渡ったというふうに言われておりますし、それから100年経った今日ですね、その子孫を含めて、およそ150万人の方々が向こうで生活をしていらっしゃる。世界最大の日系人社会を作っているのでございます。で彼らはジャポネースガランチードと呼ばれている。これはなんかブラジルの言語のポルトガル語だそうで、日系人なら信用できるという意味だそうでございますが、彼らは全く日本と離れた遠い気候も風土もそれから環境も全く違った彼の地に渡ってですね、
で一生懸命働いて、そして教育にも力を注いで、いろんな困難に打ち勝ってこういう評価を得るようになった。でこのきっかけを作った人が今日の主人公のこの水野良という人物でございます。彼は移民をする人も、あるいはその移民を受け入れる人も豊かになる共存共栄の社会を理想としておりました。で彼のこの理念というのは一体彼のどういうことから生まれたのでありましょうか。そしてその理念は達成されたのか達成されなかったのか、そしてなぜブラジルという都市だったのかといったようなことをこれからお伝えしてまいりますけれども、まずはですね、今日はこの水野良が移民事業に関わるようになるそのいきさつから話を起こしていこうと思います。明治時代、日本は欧米列強に追いつこうと急速な富国強兵策を打ち出していました。産業の育成、徴兵制度に基づく軍備の増強、その資金は税金で賄われました。税収を安定させるため政府は土地への課税、すなわち地租改正を断行していました。収穫量にかかわらず地租を集める、この政策で一番の打撃を被ったのが農民でした。明治の半ば、地租を滞納したために土地を取り上げられた人はおよそ36万人に上ります。この貧困から抜け出そうと農民たちが選んだのが海外への移住、つまり移民でした。当時北米やハワイの農場などで働くため海を渡った移民は25万人、豊かになれる、誰もがそう考えていました。しかし実態は大きく異なりました。多くの移民が借金を抱えるケースが後を絶たなかったのです。移民から高額な手数料を巻き上げる一部の移民会社の存在が原因でした。このような事態を移民を苦しめる移民地獄と表現し、憤りを感じたのが水野良、当時44歳です。移民会社が国民のことを忘れ、移民の幸福をないがしろにするような行為を絶対許すことはできない。人々の幸福を願う水野の思想の背景には若い頃の体験があったのです。高知に生まれた水野は民衆を救おうと自由民権運動に身を投じました。かつて水野が執筆した自由民権結社の社則からは水野の信念が読み取れます。国民一人一人の権利が保障され豊かにならなければならない。それが叶わないならばと水野が生活に苦しむ人々のために考えたのが移民事業だったのです。明治37年1月、水野は移民の負担を軽減しようと移民会社の経営に乗り出します。そこでこれまでハワイの移民に際して移民会社から求められた多額の手数料を水野は半額にしたのです。それによってまず多くの移民がハワイに渡りました。そんな時、水野が移民事業の重要性を改めて確信する事態が起こります。
日露戦争の勃発です。日本は中国などで激戦を繰り広げ、明くる年大国ロシアに勝利。これを足がかりに日本はアジア大陸への進出を加速させます。日本経済を発展させるためでした。水野は考えます。戦後は凱旋軍人が街にあふれ、失業問題はむしろ深刻化する。失業者を出さないためには移民事業を一層推し進めるべきだ。ところが水野の思いはある出来事でくじかれます。アメリカで日本人などの移民に職を奪われた人々によって移民排斥運動が激化したのです。水野はついにハワイへの移民を断念。新たな移民先を探します。そんなある日、水野は外務省が出した報告に目を留めます。そこにはコーヒー栽培が盛んなブラジルサンパウロ州が移民先として有望であると記されていました。当時世界最大のコーヒー生産国であったブラジルは深刻な労働力不足に悩んでいたのです。水野はこの報告をむさぼり読みます。この内容は本当なのか、自分の目で確かめるしかない。明治38年12月21日、水野は横浜から南米行きの船に乗り、ブラジルを目指しました。それは日本人移民が初めてブラジルに到着する2年と6ヶ月前のことでした。ゲストのご紹介です。経済評論家の内橋克人さんでいらっしゃいます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、明治時代 の富国強兵の大号令の中でですね、民を豊かにすることが基本なんだという考え方、この水野の考え方というのは彼のやはりその民権運動と その経験というのが無縁ではなかったんでしょうね。自由民権運動というのはですね、やはり一人一人の国民の豊かさ、そしてその背景にあるのは人権の思想なんですね。基本的人権に通じる思想だと思います。でそれをつまり国の豊かさにどう結びつけるのかと、つまり一人一人の国民が豊かにならなければ歳入、つまり国家の税収ですね、つまりそれは財源そのものも枯渇していくということを水野はよく知ってたということですね。富国富民というですね、つまり民が富むことによってこそ国は豊かになるんだと、そういう揺るぎなき信念、それをつまり若い頃から骨身に染みて持っていた、培ってきたのが今日の主人公だというふうに言えるのではないでしょうか。新たな移民先としてブラジルに目をつけた水野亮でございますけれども、そのブラジルは本当にその外務省の資料にあった通りの国なのかどうか、自分の目で確かめてみようと思うわけですね。そして彼はブラジルに行くことを決意するわけです。次の VTR をご覧ください。明治38年12月、水野はチリ経由でブラジルを目指します。その船で水野は一人の青年と知り合うことになります。鈴木定次郎、26歳。鈴木は海外で働くことに憧れ、南米チリに渡ろうとしていました。志もあり真面目なこの青年と一緒に事業ができないだろうか。水野は現地で共に働く仲間を求めていました。
国民を豊かにする夢を移民事業に託す水野。その志に共感した鈴木は行き先をチリからブラジルに変更します。しかしチリ経由でブラジルを目指す二人の前には厳しい旅路が待ち受けていました。アンデス山脈を越えなければならなかったのです。水野の記録です。凍るような寒さとともに自然の恐怖で恐れおののくのみであった。そんな時、鈴木は唱歌を大声で歌い始めました。くじけそうになった水野を励まそうとしたのです。水野は鈴木の実直な人柄に改めて心を打たれます。自分の恐怖を抑えてまで他人を励ます強い精神を持ち合わせている。明治39年4月、二人はようやくブラジルのサンパウロに到着します。早速水野はコーヒー農場の視察を始めます。水野は何よりもその広大さに目を奪われました。そして調べてみると、夫婦共働きで年収700円を売ることが可能だと分かりました。これは例えば当時の警察官の収入の5倍近い額でした。ブラジルが移住先にもってこいの土地だと判断した水野はサンパウロ州の農務長官と移民契約交渉に入ります。しかし長官の答えは意外なものでした。今すぐに契約はできない。長官は移民の受け入れを強く望んでいたものの、初めての日本人移民の資質に不安を抱いていたのです。そこで水野は提案します。鈴木をコーヒー農場で試験的に働かせてほしい。鈴木を通して日本人の資質をブラジル人に認めさせようとしたのです。鈴木の言葉です。移民契約の成否は私の肩にかかっていた。私の進むべき道はただ正直に影ひなたなく働くことである。水野は1年後に契約を再検討する約束を交わして一旦帰国。日本社会にブラジル移民の有望性を伝えるための報告書を出版します。そこには本当の豊かさとは何かという水野の問いかけが込められていました。ブラジルは天然資源が豊富で国土も広く移民を歓迎している。一方満州や韓国はブラジルに比べて天然資源に乏しく移民を入れる余裕はない。日露戦争後、日本は中国東北部当時の満州で鉄道などを経営、後に植民地を開く地盤を固めつつありました。しかし水野の頭にはそれとは違ってブラジルがありました。ブラジルなら移民も移住先の人々も豊かになる共存共栄の移住地となりうる。水野は日本社会に熱く呼びかけたのです。
一方その頃ブラジルのコーヒー農場では鈴木が一人奮闘していました。鈴木はやがて勤勉さが認められ事務所の金銭管理も任されます。真面目に働く日本人の姿が鈴木を通してブラジル人に伝わっていきました。1年後、水野が再びブラジルに渡ると、この鈴木の働きぶりもあってサンパウロ州の農務長官の態度は一変していました。そして明治40年11月、水野はついにコーヒー農場の労働者を日本から送り出す移民契約を結びます。この契約書には注目すべき項目が盛り込まれていました。家族での移民が条件にされたのです。ブラジル側は移動の多い単身移民より定住を前提とした家族移民の方が自国の発展につながると考えていました。さらに日本人が入植できる土地を用意するという条件も盛り込まれていました。共存共栄の移民事業を志す水野にとってこれら2つの条件はまさしく理想的な内容でした。ところが水野には一つ気がかりなことがありました。移民の到着期限がコーヒーの収穫時期と重なる5月となっていたのです。しかも求められている家族移民の数は1000人。水野に残された時間はありません。それは日本人移民が初めてブラジルに到着する7ヶ月前のことでした。民を豊かにしたいんだという思いで、移民事業に関わった水野が見つけた新天地、それはブラジルでございました。広大な土地、それから労働力不足ということもあったでしょうが、何よりも彼を動かしたのはブラジルが移民を歓迎しているという事実でございました。移民する人は向こうで一生懸命働いて一花探したいと思う、受け入れる側はどうぞいらっしゃいという、この関係はですね、水野が思っていた共存共栄の理念達成できるんではないかというふうに思われたわけですけれども、実際はそうはいかなかったわけですね。それは後の VTR でご紹介しますけれども、移民する側とそれから水野亮との間の移民に関する理念が若干違っていたのでございます。そして彼にはですね、ある一定期間内に移民の数を確保しなきゃいけないというですね、こういう命題もあったわけでございまして、要するに彼は時間がなかったのでございます。そういった中で、さあどのようにして今日のその時を迎えるのでございましょうか。明治41年1月、帰国した水野は移民送り出しの準備に早速取り掛かります。募集を始めると同時に移民船の手配に動きます。そして日露戦争で得たロシアの病院船笠戸丸をようやく確保。5月中に移民を到着させるために出港日を4月12日と定めます。ところが難題が持ち上がります。移民会社が政府に納めるべき本来5万円の保証金を突然10万円に増額すると外務省が通告してきたのです。現在の価値で1億2000万円に当たる高額の保証金。資金に余裕のない水野は借金で調達するよりほかありません。4月12日、出港地の神戸には全国から人々が集まってきました。その数
165家族781人。しかし水野はこの日になっても保証金の10万円が調達できていませんでした。やむなく水野はブラジルに到着後に返却すると説明して移民たちから所持金を預かります。それを保証金に加えてようやく出港許可が下ります。予定より半月も遅れていました。4月28日、移民たちを乗せた船がついにブラジルへ向け神戸を出港します。葬式を取る水野亮、そして現地責任者の上塚修平が補佐役として乗船しました。